ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が積んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんだのか。危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。ハーンを殺さなきゃ。すぐ。攻め入るのは無謀。崖側から回り込む。物見の裏を書くのか。いいね。내게뭐했어누구야육집을쉬어야지자자나도산들어가마댄내게뭐했어누구야육집을쉬어야지자자댄내게뭐했어역시도세나사무라攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。Thank you.
하루 이거 조심하자. 樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。静けさ、こちらの利になるようだ。今は火を消したままにしておく。もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、港の長の屋敷、俺がハーンの隠れ家か。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥が弧を描いている。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に支え込む。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんの。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。
大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする？小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。